はいどうもスケです今回は BO3 の方をやってきました。こちら後付けで話していきたいと思います。えー、今回はね、あの、今ちょっと色々なんか、こう、叩かれてて炎上しているあの、社長さんについてちょっと話していこうかなと。まあ、あの、なんか、三たとかそんなんはちょっと正直僕もあのよくわかってないんで、まあ、口出すつもりはないです。で、なんか、あの、 またなんかこう、ちょっと軽く炎上みたいにしてるっぽいので、ちょっとそちらについて話していこうかなと。まあ自分もね、先ほどなんか気づいたって感じなんですけど、あの、なんか、なんだった、なんだったかな、急上昇のとこにね、なんか動画上がってまして、なんかこう、その、また社長さんについてのね。で、ちょっとそれ見てみたら、あの、なんかゴルフクラブをなんか Amazon で買ったらしくて、 で、それを、なんかこう、すごいしなるんですよって言って、まあ、確かにすごいしなってたんですよ。まあ、自分もゴルフはしたことない、ちょっとあまりわからないんですけども、まあ、すごいしなってて、これは無知のようになんか使えるんですよみたいな,なんか言っててね。で、えー、こう、両手で持ち直して、こう、結構曲がりますねって言いながら、最終的にボギってって、で、なんかオチみたいなところで、結果しならなかったみたいな感じでなんか終わってたんですけど、 で、その後に、あの、こうえって結構ガチめな感じで焦ってて、で、動画の最後の最後で、すいませんでしたってなんか謝って終わっているっていう動画なんですけど、なんか、うん、なんか、なんだろう。まあ自分、その社長さんの動画はね、毎日見てるわけじゃないんで、どういう感じなのかちょっといまいちわからないんですけども、 あのそういうもの壊す人なのかな <laughs> たまたま自分が見たのがそれだけなのかもしれないんですけどあんまもの、は個人的な感想なんであれなんですけどあんまものを壊すのは良くないんじゃないかなと思うんですけどね、まあ、確かに死なってたからそういう感じであの動画にすんいいかもしれないですけどなんかコメント欄とかで見たらあのそれはそうやってなんかこうね て,めってこうどのくらいしなの子がやってたそれはいつか曲がる折れるわなっていう感じで <laughs> 当たり前だよなぁみたいなコメントしてる人とかあとそのゴルフ会社の人らに何かかわいそうみたいなそういう用途で作られたわけじゃないのにねとか,なんかそういうコメント来ててで低評価もねすごいあって今自分が見た限りでは高評価6万に対して低評価10万いってるんですよ。 まあ、ちょっと、大変さえそういうなんか女性関係のでちょっと荒れてるっていうのプラス、またこういうちょっと荒れる要因となっているので、さらにな、荒れてるんじゃないかなっていうのはありますね。うん。なんか、社会人だよね。社会人とは二十歳超えてるよね、確か。まあ、えー、まあそう、なんだろう。個人的なまた意見としては、 その持ってしまったんだったら俺動画にしない方が良かったんじゃないかなとは思うんですよね。確かに動画ネタ的にねすごいしなるゴルフクラブですっていう紹介までは良かったんだけどそれ折っちゃうともうその商品の意味なくなるというか、うん、折っちゃうと、うん、なんか使い方が違くねっていう個人的な感じがありますね。 うーんだってさまあ小学生とかだったらあれかもしれないけどあの普通にさ成人超えた大人だったゴルフとかだったさその使い方くらいわかるじゃんかでそんななんかさ一応ゴルフクラブだって言っても一応棒じゃないですかそれをさこう両手で持ってこうどのくらい曲げれるかって試す人なんかいないんじゃないかなと思うんですよねなんか見てて なんか一応動画の最後の最後こうオチとしてなんかやばいやばいみたいになって謝ってましたけどなんかそれもなんか一つのネタとしてやってるような感じがしてなんかこうあんま見てる側としてはなんか,なんか本気で謝ってる感じが伝わらなかったような感じがしましたね見てみた感じはまあいろんな意見があるんで別に自分はその あのなんか賛成派、反対派っていう、別にどっちの立場でもないですけど、でも、ゴルフクラブおるのそれをしかも動画にするのあんま良くないんじゃないかなっていう、なんかもう、なんだろう、例えば、そういう、もう普段からそういう、なんかいろんなものぶっ壊してますよっていう人とかだったらさ、まあ、別になんか、あまたこれ壊したのねっていうくらいで終わるかもしれないですけど、まあ、ただでさえそういう人じゃないじゃないですか。 事務所に所属,所属してるわけですし、なんか、今はただでさえそういう、なんかちょっと荒れてるんですよね、僕は全然知らないですけど、のに、こういうことしちゃうと、さらになんかこう、追い打ちで炎上するんじゃないかなとは思うんですけど、どうなんですかね。まあ、事務所があるので、まあ、こう、ゴリ押しで収めようと思えば収めれるんですかね、わかんないんですけど。 うんまあ、いろいろなんか、まあ大変だなと思いますね。そういうの見てたら。まあそんな感じですね。うん。<laughs> 話すつもり全くそれ,それについて話すつもりなかったんですけど、なんかちょっと動画見たのでちょ、ちょっとなんか自分の感想を述べようかなと思って述べました。まあ、あくまで自分のこれは個人的な考えですので、 あのこれが正しいと思って言ってるわけじゃないので100%正しいとかではないのでまあ、13個と1人の意見として、えー、捉えてもらえたらと思います。まあ、こんな感じかな。まあちょっと自分の説明じゃ分かりにくいと思うんでまあ、見たらわかると思います。